この人物の名前は皆さん覚えておいてください。ルカーチ。それからマルクーゼ。マルクーゼ、中心人物ですが、ドイツの社会主義革命が敗れていきますね、失敗していきますね。そしてルカーチはね、ハンガリーで革命が成功するでしょ。アトリの文部大臣なんです。そしてやっぱ敗退して、そしてワイマールドイツに亡命するわけですね。ワイマールドイツというのはこれはユダヤドイツのことです。でそこでフランクフルト大学に社会科学研究所というのを作ります。そしてユダヤ人のマルクス主義者がここに多く集まるわけです。でだからフランクフルト学派と呼ばれるわけですね。そしてここでね、ルカーチたちはね、マルクーゼも含めてね、ことをよく注意してほしいんですよね。次々に敗退していく、要するに社会主義革命のですね、ヨーロッパ革命の敗因、なんで労働者は敗退していくのかという、その原因をですね、疎外に求めたわけです。疎外ね。つまり労働者階級の意識というのが阻害されて、資本主義的な考え方にこの構造化されておる、構造化されている。つまりもう社会主義の意識なんか持てずに、資本主義の意識というものにもう全部こう阻害されて構造化されている。これを克服できるのは、インテリゲンチャーしかいないと。だから知識人が革命の主力にならなくちゃいけないという理論を立てるわけです。そして、戦術的には学問と理論の力で、資本主義社会やを支えてよ、資本主義社会やそれを資本主義者を支えているいろんなものがありますね。例えば価値観、その家族観、性的なその道徳観とかね、女性の思想観念とか、それからどのこのといっぱいあるじゃないですか、社会を支えている。そういう意識というものを徹底的にそのインテリゲンチャーは理論化して、そして、そのだから社会が革命が成功しないんだということを構造化しないかと、構造理論を構築せないかと、そして実践的には、インテリゲンチャーは社会の中に養老ですね、大事なところ、そういうところへ潜って、そして権力を握って、そして構造的に今度は構造理論に基づいて社会主義革命の準備をするべきだと、中で。だから要するに潜れという理論なんです。これが分かっとかないとコミンテルンが分かりませんよ。だから国境合作で、わーっと国民党に潜っていきましたね。今度はね、ドイツが今度は反ユダヤのナチが出てくるでしょ。だから折れなくなってね、このフランクフルト州ではみんなアメリカへ行くんです。でアメリカのハーバード大学と、それからコロンビア大学を拠点にして、しっかりした勢力となります。でアメリカっていうのはこうマルクス主義もね、洗礼を受けてませんからね、非常にこう内部なんですよ。そこへ持ってきてそのユダヤ、ドイツ人を主体と、ワイマルドイツからこうやってきた、その、ルカーチやマルクーゼたちはですね、フローンとかデューイとかね、
そのいっぱいありますよ。デュルケンとかね、そういうようなそのいろんなデュルケンごめんなさい間違い、ルーズベルトはあれはコロンビア、ハーバードを出てコロンビア大学に出てますよ。もろに彼らの教えを受けたのがあのルーズベルトなんです。だからルーズベルトはフランクフルト学派のマルクス主義者に対してですね、非常に神話感を持っています。だからあの ルーズベルト政権の中にどのくらいの数のそのいわゆるマルクシストがいたかはこれは分かっておりません。ただ分かってるだけで大体300人ぐらいはいたということが分かっています。それはもう確定者された300人ですか。そうです。なんで確定したかというと、マッカーシズムが起こりまして、それから喚問されて、そして有罪認定、その他はいろいろ出してね、例えばルーズベルトの主席補佐官は代わり、ごめんなさい、アルジャー・ヒースと言いますが、アルジャー・ヒースはヤンバー会談でもないのを全部投稿してます、彼がコミュニティブであることを認めて、5年間服役してます。こんな反応と書いたカーリー・ホワイトっておりますね、財務省の後に補佐官副長官になりますけど、彼が戦後の IMF の初代のアメリカの理事長なんですよ。そしてヨーロッパ復興の時にイギリス代表のケインズね、ケインズと大激論をやりまして、ケインズが負けます。そしてソ連に対して IMF がドッと優勝します。イギリスの凋落が始まります。そういう点ではね、このフランクフルト州連というね、彼らの働きをね、軽く考えちゃいかんですよ。日本で一番有名な初期で有名なのが福本和夫ですよ。共産党の委員長です。分離の前の結合、つまりインテリゲンチャーの集団に共産党は全部変われるということです。そして中に入っていけと。日本だけでね、記録これは分かってますけど、6万人が転校声明を発して共産党には入りませんと言って、学生ですよ。帝国大学をはじめとする学生が6万人誓約書を出しています。大体で取り調べを受けたのがその倍以上です。だから赤い30年といってね、世界恐慌の波でもう資本主義が末期なんだとマルクスが言う通りだっていうね、そういうね時代の迫力があるわけです。でその通りやっていう感じでみんな赤くなっていくんですね、学生が。そして、潜るでしょ。だから大学とかマスコミとか政府とかそういうところにみんな潜っていくんです。だから例えば鶴茂人っていう戦後一橋の学長になった人物いますけど、あれはアメリカ共産党員ですからね。だから今度は日本におったアメリカ人で、カナダ人ですけど、いわゆる EH のようなんですね。今は日本の専門家としてマッカーさんの GHQ で特別の待遇を受けた人物です。そしてマッカーさんがやってきた時に GHQ の中にドドドドッとルーズベルト政権の中にいたそういう人たちが日本の GHQ に入ってきて、で戦後日本のですね改造に対して、だから彼らがやったのは農地解放とかね、財閥解体っていうのは彼らのやったプランニングです。いや日本国憲法もそうですよ。ベロータ・シロータっていう24歳のタイピストだったといわれる女性がいますね。日本人たちのユダヤ人ですけど、彼女が憲法24条書いたんですね、